ボバとは、オスの馬のこと。オ馬ウマとも言う。メスの馬を表す、対義語として、ボバに対しては貧馬、オオウマに対しては、メス馬がある。日本語では、繁殖用ボバを、俗語で、タネ馬、通用語及び、専門用語で、種ネボバと言い、虚勢されたオ馬マウマという。幼獣、若獣全般は、死ゆの区別なく小馬、小馬というが、 そればかりか、馬だけでなくシマウマなどをも含む、馬か動物の幼獣、若獣全般を区別なくマ、馬、小馬と呼ぶ。英語では、メールホースが、ボバを意味するほか、スタリオンは、ボバ、去勢されていないボバ、および、種馬、種ボバを、ゲルディングは、馬を意味する。なお、ヒンバは、フィーメールホースが、ンバ全般を意味するほか、マーレは、ンバ、繁殖用ヒンバ。 母馬を意味する。オスのフォールは、コルトと言い,い、コウマを含む、メスの若い馬を意味する、フィリーと区別する。日本における馬術、競馬等の業界用語では、ボバは、ボバ、ヒンバは、ヒンバと呼ぶことが多い。競争馬として、優秀な成績を残して引退したお馬は、種ボバとなって子孫に、その高い能力を伝えていく。また、 自身の成績が芳しくなくても、両親や兄弟など近親に非常に優秀な競争馬がいる場合は、種ボバとなることがある。種ボバ一頭で、多数の繁殖品馬に種付けを行うことができるため、種ボバになることができる、大馬の数は、繁殖品馬になる品馬の数に比べて、非常に少ない。また、ボバとして生まれても、 気象が悪く思うような成績を残せない競争馬は、虚勢され、馬となることがある。牝馬については虚勢することはない。ボ馬の競争能力は、平均すれば、牝馬をやや上回っている。日本の競馬では、同年齢の大馬と牝馬が、同じ競争に出走する場合には、基本的に牝馬の筋量を 2kg 軽くする。 それでも、ボバヒンバ混合の大レースを制する馬は、ボバが多く、バレー3歳以降の時期にその傾向は顕著である。ありがとうございます。